学級集団はコップスできです。はい、今回なんですけども、はい、久々になるのかな、うん、そうでもないかな、久々購入品紹介をやっていきたいなと思います。はい、まあ、サムタイトルにもあった通り、今期、まあ、僕の中で、はいはい、一押しの一押し白シャツをご紹介し、白シャツね、はい、購入したので、まあまあまあ、ご紹介していきたいな、定番ですよ。はい、もう春になったら欲しくなるアイテムでは、一番欲しくなるアイテムだとは思うんですけども、はいはいはい、本当にその20SS の、まあ、僕展示会とかも行ってるんですけど、はい、まあ、展示会の中で一番、まあ、正直気になってたアイテムが、やっともう2月ぐらいからそわそわしました。あ、そう、それぐらい心待ちしたアイテム、そうそう、やマジで届いたので、マジで、そちらをねご紹介していきたいなと思います、はい、というのがですね、こちらオーベルジュのセザンヌという名前、セザンヌリネンの白シャツです。リネンシャツね、はい、はい、もう見てください、プルプルです。まあ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 、はい、すごいね、プルプルです。リネンシャツか、こちらのシャツなんですけども、オーベルジュのデザイナー小林さんですね、うん、まあ、オーベルジュのブランドは以前あのデリバリー動画でご紹介一回してるんですけども、うん、はい、そちらのね小林さんがですね、はい、フレンチリネンに真剣に正面から向き合いましたと、うん、なるほど、はい、その100年前のシャツに使われているリネンの生地を目指して作ったアイテム、100年前の、そうです、あのヴィンテージの、そうです、あのプルプルの、プルプルの、はい、100年前のリネン目指したと、そうそう、まあ、ちなみになんかその生地を実際にね小林さんたちが分析してみると、その100年前の今あるリネンのシャツの生地は、うん、まあ、100番手の端子を使ったこうものなんだけど、うん、実際に今の技術で100番手のリネンで100番手やるってなるとできないらしいよ、うん、あ、無理なんだ、そう、今の技術を持ってしちゃ無理なんだ、そう、まあ、そこになんかちょっとロマンあるんだけど、そう、100年前やってたもんね、そう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 、そう、なんでなんだって、まあまあまあ、このね、飛行機が飛んで、まあまあまあ、100年前も飛んでたか、いや知らない、ライト兄弟の時代ライト兄弟いたんかな、そうそう、ね、車が自動で動いてどこにでもそこインターネットを使える、まあまあ、時代にご時世にね、持ってしても作れないみたいな、まあまあまあ、まあ、その中で極限まで近づけるっていう意味でこちらあの80端子で、まあ、80番手の端子のリネンであの折ったなるほどシャツになります。なんか滋賀県の、まあ、畑屋さんと、うん、あの実際に共同でというかタッグを組んで作ったアイテムですって、なるほどね、おっしゃってました。めちゃめちゃロマンあるね、そうです、うんうん、そこにロマンあるですよね、ロマンあるね、そこにロマンもありつつ、うんうん、シルエット自体は結構今っぽく着れる、あ、そうなんだ、うん、あの着丈のそこまで長くないですし、はいはい、あの身幅もゆったりしてちょっと肩落ちるようなシルエットで、うんうん、あとね細かいところになるんだけどギャザー、ギャザーね、フレンチ2年というか、はいはい、ギャザーっていうギャザーですよね、はい、ギャザーもね、うん、まあ正直やっぱ入りすぎてると着にくいじゃない、まあまあわかる、痛いことはね、わかります、アンティークヴィンテージのフレンチシャツ2年のね、そうそう、シャツが見るとなかなかね着にくいなっていうところは、まあそれがいいって方もいるんですけど、うん、あるんで、まあそのねギャザーもねちょうどいいぐらいの絶妙な感じで入ってるんですよね、うん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 、ちょっと動かしてないかな、絶妙な感じで入ってるんですよ、いや確かに、袖口、あと後ろですね、こちらもいいよね、なんか入りすぎ、なんて言うんだろうね、そうそうそう、あと胸のここのポケットにも入ってるんですけど、うん、程よい具合に入ってるね、ただモチーフにしてるのは名前にもあった通りセザンヌが着ていたシャツをモチーフにしてるとセザンヌさん、はい、まあ、フランス人画家で、はい、なんかリンゴとか、まあ、その辺 の, あの絵が有名、果物僕もそこまで、ね、果物描く人、そうそうそう、あの画家とか、まあ、その詳しくないんだけど、多分高尾さんも見たことあると思う、そのぐらい有名な方が学校の授業の中にあるレベル、そうそうそう、ということで、まあ、実際にねこちらを着ていきたいなと思います、うん、はい、はい、いかがだったでしょうか。おい、まあ、着画ではね、黒いスラックスに合わせたんですけども、うん、あのまあ、もちろんフレンチヴィンテージというか、まあ、僕が持ってるアイテムだと M47 とか M52 との相性ももちろんいいと思いますし、ね、僕はデザイナーズ、特にドメスティックとか、うん、まあ、インポートのアイテム、まあ、僕が持ってるアイテムだとタークのショーツとか、まあ、ジェダーのショーツとか、このこれから先ですね、なるほど、まあ、そういうアイテムともね、こう合わせていきたいなと、まあまあまあ、まあ、結構 JW との相性もめちゃくちゃいいんじゃないかなって、うん、良さそうだよね、そうと思ってるんですね、うん、やっぱヨーロッパにルーツがあるっていうところで、ああ、なるほど、はい、ということで今回はオーベルジュのリネンのシャツをご紹介さ
していただきました、うん、まあすごくデザイナーさんのロマンの詰まったアイテムなのでぜひ皆さんに手に取っていただきたいなと思います。はい、なんかちょっと右に寄ってますけど右に寄ってます、はい、ということで最後までお視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。